皆さんこんにちは。幸せパン職人のゆりなです。今日は見た目もとっても可愛い三つ編みデニッシュをご紹介していきます。中にクリームを絞ることもできます。おやつにぴったりなパンとなっておりますので、ぜひ一緒に作っていきましょう。2日に分けて作業することも可能です。ではまずは最初に生地を作っていきます。材料を用意しましょう。水にインスタントのドライイーストを浮かべて1分程度置いておきます。次にボウルに砂糖と塩を加えてまんべんなく混ぜていきます。イーストは水に浮かべておくことにより活性化し始めますので、だいたい1分から2分程度置いておいてください。そしたらそこに全卵と先ほどイーストを浮かべた水を加えます。少しイーストをこのように溶かしながら入れてあげると発酵具合が進みやすいです。あとは無塩バターですね、細かくちぎりながら入れていきます。少し柔らかくなっているものを使用してください。そしたらボウルの中で粉気がなくなるまで混ぜていきます。だいたい3分程度混ざっていると、これぐらいまで混ざってきます。粉気がボウルになくなっていったら台の上に出してこねていきましょう。デニッシュやクロワッサンなどはね、サクミが大事ですので、あまりこねすぎないようにまとまる程度になるまでこねるというので大丈夫です。バターがですね、生地に馴染む程度までこねましょう。こんな感じです。そしたら生地を持ち上げて、台の上に10回程度叩きつけます。そうするとね、だんだん生地表面がツヤっとですね、していきます。これで生地は完成です。くるくるっと丸めて、ボウルに入れていきましょう。通常の菓子パンや惣菜パンですとグルテン膜ができていた方がいいというんですが、クロワッサンデニッシュに関してはこれぐらいですね、ブチブチちぎれる感じで大丈夫です。ボウルに入れて60分間室内に置いていきます。冬場などの寒い日ですね、寒い場合は少し暖かな場所に置いておいてください。室内の目安としては22度から26度の範囲で様子を見ます。発酵させている間に折り込み用のバターを作っていきます。保存袋にですね、バターを入れて綿棒で伸ばしていきます。ラップで包んでいただく形でも大丈夫です。少し叩きながらですね、伸ばしていくとバターが割れにくくなりますので、叩きながら伸ばしてあげてください。保存袋を折りたたんでですね、四角になるように整えていきます。これが生地に折り込んでいくバターになります。厚みがですね、均等になるようにしっかりと整えていきましょう。
こんな感じでバターは完成です。そしたら生地の方に戻ります。これが60分経った生地です。2倍まではいかないですが、1.5 倍程度まで膨らんでおります。粉を振ってから台の上に出して丸め直していきます。少し叩きながらガスを抜いて再度丸め直してあげてください。こんな感じに綺麗な生地が完成しました。閉じ目をしっかり閉じたら、これをですねラップで包んでいきます。ラップで包んだまま冷蔵庫で1時間程度冷やすか、翌日にですね折り込み作業をする場合は冷凍庫に入れて、カチカチになるまで固めてください。冷凍庫で固める場合は、寝る前にですね冷蔵庫に移してゆっくり復温させていきます。そしたら次の日ですね折り込み作業に行きましょう。生地とバターを冷蔵庫から出してきます。私はこれはですね、前日に作って冷凍庫で固めたものを冷蔵庫で復温させた生地になります。こちらの方がですね伸びやすくなるので、おすすめです。あとは生地がしっかり冷えるのでね、折り込みもしやすいです。まずはバターが包める大きさまで綿棒を使って伸ばしていきます。生地は縮むので伸ばしてを休ませてを少し繰り返してあげてください。そしたらバターを生地に乗せていきます。バターのね柔らかさが非常に大切になります。こう折り曲げた時に割れないぐらいですね、折り曲がる程度の柔らかさまで、室内で戻していきます。カチカチのバターだとバターが割れてしまうので注意してください。生地で包んでいきます。そしたら綿棒で伸ばしていくんですが、打ち粉をしっかりしてから伸ばすことをお勧めします。生地が破れてしまうので打ち粉をしっかり多めにしてから中心からゆっくり伸ばしていきましょう。バターがですね中で一緒に伸びているのを感じながら伸ばしてください。割れてしまう原因としてはバターが割れてしまう原因としては生地とバターの硬さが、大きく違うと割れてしまいます。生地はしっかり冷やす、でバターは柔らかく戻したものを使う、これが割れないための準備となります。そしたら生地を伸ばしたら三つ折りをしていきます。これで三つ折りですね。この三つ折りを、今回は3回行っていきます。ラップで包んで一度冷蔵庫で冷やしていきます。冷蔵庫で休ませることによって再度ですね生地が伸びて折り込みができるという仕組みになっております。で30分程度休ませてください。季節によってはですね冷凍庫で休ませた方がいい場合もございます。夏場なの少しですね気温が高い日には冷凍庫で休ませてください。綿棒を使って少しずつゆっくり伸ばしていきます。打ち粉をしっかりしてから伸ばしましょう。約ですね、横が50センチ、縦は18センチ程度まで伸ばします。
余分についている粉は取ってから三つ折りをしていきます。これが三つ折り2回目ですね。再度ラップで包んで冷蔵庫です。先ほど同様30分間様子を見ましょう。そしたら最後の3回目の折り込みです。少しずつ伸ばしていきます。ここまで来るとね、生地が縮みやすいです。なので伸ばして、何回も繰り返して伸ばしてください。横50センチまで伸ばしたら、再度三つ折りです。これで3回目ですね。そしたら、ラップをして、再度冷蔵庫です。ちょっとね、工程が多いので、最初にしっかりと頭に入れてから進めてもらうと失敗がないと思います。では、3回目の折り紙が終わりました。そして冷蔵庫で冷やしております。ここからは成形に行きます。このね、3回折り込んだことによって生地とバターが27層になっております。横に少し伸ばしたら、今度は縦に伸ばしていきます。縦18センチ、横20センチまで伸ばします。そしたら端っこをカットして、真ん中を半分にカットします。1センチ幅にカットをし、18本の棒状の生地を作っていきます。真ん中でカットしたのはですね、本数がわかりやすいように、9本9本で切ればいいので、分かりやすいように真ん中で最初にカットをしております。で、18本の生地ができました。そしたらここから成形に行きます。生地をですね、3本ずつ束にしていきます。まあ、要は三つ編みをする要領で生地を編んでいきます。断面がね、上の方に見えていると仕上がりが綺麗になりやすいので、断面が上に来るように編んであげるといいかなと思います。裏返したら、くるくるくるっと軽くですね、丸めて成形は完了です。もう一回ちょっとアップでいきますね。上を少し軽く留めたら、三つ編みをします。外側の生地を真ん中に持ってくることで三つ編みは可能になります。できたら裏返して緩く巻きます。この時きつすぎると中がね詰まった感じになってしまうので軽くで結構です。そしたら今回はマフィン型に入れていきます。マフィン型の詳細はですね概要欄に貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。このまま二次発酵を40分間取ります。室内で置いといても結構ですが、30度以上のところだとバターが溶けてしまうので、だいたい28度からですね、9度とかが適温ですかね。27度から9度ですかね。型いっぱいぐらいまで膨らんだら、ここに溶き卵を塗っていきます。強く塗ると層が傷ついてしまうので、本当に軽くポンポンポンとする形で塗ってください。塗ったら、あとは予熱しておいたオーブンに入れて焼いていきます。230度以上で予熱をしておくとパリッと焼き上がります。目安としては14分を目安に、あとはオーブンで調整をしてください。これぐらいのね、焼き色がしっかりつくまで焼くことをおすすめします。少し冷めてから型から外してください。
全体の粗熱が取れたら中にクリームを詰めることも可能です。箸で少し穴を開けてから詰めるときれいに詰まってくれますので、ぜひお試しください。そのまま食べてもとっても美味しいデニッシュなので、半分ぐらいクリーム詰めるといいかなと思います。では、レシピ本なども発売しております。ぜひそちらも合わせてご覧ください。ご覧いただきましてありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。アビアントー。